ルブナリーまたはルシュノブジャンプ競技場はルーマニアブラショブの近くのブラショブ県ルシュノブにあるスキージャンプ競技場であるルーマニア国内では110メートルのティンティーナに次ぐ2番目に大きなスキージャンプ台であるがティンティーナは現在使われていないスキージャンプ複合施設になっていて経店はそれぞれ90 64 35 15メートルの4つのジャンプ台で構成されている。そのうち FIS スキージャンプワールドカップで使われるノーマルヒルは0.90メートル、ヒルサイズ97メートルのジャンプ台である。ノーマルヒルはルーマニアの建築家が設計し2012年にオープンした。他の3つの小ジャンプ台は2011年オープンでオーストリアの建築家クリスティアン・アスケ設計した。 建設費用は国家地方開発、地方政府省とオーストリアの石油会社オブマブの共同投資で投資額は1500万ユーロであった。ミディアムヒルは2012年より、ノーマルヒルは2013年より、国際スキー連盟の夏、冬の競技に使われている。ありがとうございます。